11月10日土曜日と11日日曜日の2日間、天竜区二俣町で浜松戦国山城祭りが行われました。このイベントは戦国時代に徳川軍と武田軍の激しい攻防の舞台となった二俣城、鳥羽山城にスポットを当て、浜松の山城の魅力を広めるために開催されました。10日は天竜2部ホールが会場となり、講演やシンポジウム、パネルディスカッションなどが行われ、主に学術面から山城の魅力が語られました。およそ300人の来場者が訪れ、最新の研究成果や調査成果について興味深く耳を傾けていました。11日は二俣城跡と山竹の蔵を中心に、二俣の町各所を会場として発掘調査の現地説明会、スタンプラリーや甲冑試着体験など歴史を体感できる催しが用意され、歴史ファンから家族連れまで多くの人でにぎわいました。二俣城跡でまず注目を集めたのは、二俣城攻防史と題した軍技シミュレーション。三河物語など文献を参考に、日本甲冑武者隊が両軍の武将に扮して当時の軍技の様子を再現しました。軍技シミュレーションの後は発掘調査の現地説明会が開かれました。来場者は3班に分かれ、担当職員から説明を受けながら二俣城跡の発掘地点を見学しました。熱心にメモを取ったり、職員に質問したりするなど、来場者からは歴史に対する熱い思いが感じられました。また楽しみながら歴史を学んでもらおうと、歴史的な建物が多く残る二俣の街並みを丸ごとアトラクション会場にしてしまったのが、二俣戦国ミステリーウォーク。二俣の観光、歴史スポットを回って秘密の合言葉を探すスタンプラリーで、全てのスタンプを集めると天竜杉を使ったオリジナルグッズがもらえました。ミステリーウォークのゴールである山竹の蔵では、城下町アトラクションとして天竜二俣の文化歴史写真館や地元の特産品、戦国グッズの販売などが行われました。戦国武将に変身できるなりきり撮影会も盛況で、甲冑をつけた子どもたちを甲冑武者隊が盛り上げていました。県内外から多くの人が訪れ、浜松の山城や二俣の町並みを広く紹介した浜松戦国山城祭り、歴史に対する興味を深める素晴らしい2日間となりました。